エルジュビエーター・ダミャクは、ポーランドのウッチで生まれた歌手。1955年9月5日、ポーランドのウッチで生まれる。幼少期からピアノを習い、高校時代からギターを弾き始めた。ウッチ大学で社会学を学び、後にヤギエゴ大学で学ぶが、3年生の時に休学して、歌に専念する。1974年に、ウッチのヤッパと呼ばれる学生歌謡祭で、 舞台デビュー。大学を転校して、クラックフに移り住んだ後も、学生の歌と文化の流れに強く関わっていた。やがて、クラックフの学生歌謡祭や、オルシュティン・ジョーの歌謡イベント、スパイ・イミー・ポエイエ、シフィノ・イッシチェで行われる、歌謡祭、ファーマなどに参加して注目されるようになる。特に詩人一致・ハラシモビチの詩に対する、表現力に高評価を受けた。1978年、 歌手としてデビュー。1980年に発表されたファーストアルバムではサンバやボサノバなどブラジル音楽からの影響が色濃い曲を歌っている。歌謡祭への参加や国内でのコンサート活動のほか、当時西ドイツだったミュンスターやニシュプラハ、ブタペストなど東西を問わずポーランド国外での演奏活動も頻繁に行った。 1993年にはオーストラリアツアーを行った。また、アメリカ、パリ、ザールブリュッケン、カールスルーエ、イゼルローン、ケルン、ブッパータールを訪れている。詩人で、歌手、作家としても活躍する、アンジェイ・パニエジェールスキーと1980年に結婚。翌年二人の子供を設けた。1995年からウッチにキャバレー、プリゼカ・カワルニアを構え、 夫婦で運営している、ありがとうございます。